名古屋グランパスの小川義澄です。普段は車移動の多い方もたまにはバスや自転車で移動してみましょう。交通手段を変えることで気分転換にもなりますし、いつもと違った景色が見えたり、知らないお店を見つけたり、新たな発見があるかもしれません。僕も普段は車での移動が多いのですが、いつもは難しくても、例えば近所への移動では公共交通機関を使うとか、できることから取り組んでみたいと思います。Jリーグはファン・サポーターのため、地球温暖化防止・省エネに取り組みます。移動をエコに、スマートムーブ。